センターメーターとは、自動車のダッシュボードにおいて、速度計などの景気類が、通常の運転席正面ではなく、運転席と助手席の中央部に配置されているものを指す和製英語である。フィアットウリッセにおける、センターメーターの例イギリスの自動車メーカーが、自国向けの右ハンドルと、北米をはじめとする左ハンドル市場向けとの作り分けを合理化するために、 採用したのが始まりとされている。輸入車のノックダウン生産を除いた日本車では、1950年代の日産自動車のダット三角車やパトロール、1970年代のホンダライフステップ版、1989年登場の日産エスカルゴなどに採用例があるものの、広く普及するには至らなかった。1997年にトヨタ自動車が、 プリウスに採用し、それをきっかけに採用車種が広がった。2000年代には国産車で採用車種が多数あったが、2010年代以降は減少傾向にある。かつて積極的にセンターメーター化を進めたトヨタ自動車やダイハツ工業ではモデルチェンジに伴い採用を減らしている。日産自動車や三菱自動車工業では全敗、は採用が ビアンテ1車種に終わり、鈴木から OEM 供給を受けている軽自動車を除き廃止された。軽機類が運転席正面に設置されている従来の形式に比して以下の長所と短所を持つ。ありがとうございます。